ほどの難局に陥りながら、なぜ弾薬を使わぬ。俺はこの時を待っていた。弾薬の加工、何としてでもここで立つ。
戦乱の元凶を知った俺は右吉討伐を決意した。相手は弾薬をばらまき妖魔を操る狂乱の同志、生きては帰れぬ。俺を育んでくれた里の者、そしてたった一人の肉親は巻き込めない。里を飛び出した俺は終戦を装って董卓の元へ潜り込み、右吉の動向を探った。仮面の奥に真意を隠して、弾薬をビルへ運ばせ諸侯に広まるのは防いだものの、右吉の行方は一向につかめず、焦った俺は賭けに出た。弾薬を奪い使わずにいれば右吉は姿を現すはず。策は当たった。だが俺の力は奴に一歩及ばなかった。俺を倒した強者よ、右吉を撃て。妖気の根を断つはお前に託す。呂布殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた。全てを背負い一人で戦っていた。